アルフィーの1980年です。80年代はまさにアルフィーのための10年だったとも言えますが、その最後となる89年の栄光の歴史を紐解きたいと思います。アルフィーのための10年。アルフィーのための10年だったんですよ、はい、なんとあのジャンポール・ゴルチエさんと一緒に組みました。よせよせよせ。その名もアルフィー・ウィズ・ジャンポール・ゴルチエ。ジャンポール・ゴルチエ泣いただろう。いやもうゴルチエさんの方からノリノリで、まあ、ノリノリで、アルフィーとだったらぜひやらせて、ぜひぜひって、ムザボン・イルスポケスプセつかせフランスの超一流デザイナ ー、ジャンポール・ゴルチエさんとですね、世界のアルフィーによるコラボレーション企画。フランス超一流デザイナージャン・ポール・ゴルチエと世界のアルフィーによるコラボレーション企画だったんですね。あ、これあの東京ドームでやらせていただきましたけど、やってやったんでしょ東京ドーム。あ、そうだ、東京ドームでやってあげたんですけど、ファッションショーとライブを融合させたもんだったんです。それはそうしないことにはゴルチエもメリットない、ね、そうなんですよ。もう背の高いモデルさんたちがわーっていっぱい出てきて、その中にチンチクリンの3人がいてもう、ね、どうしようかと思いましたよね。ちっちゃいですもんね、うん、坂崎特にちっちゃい。そうなんですよ、164.2 ですからね坂崎、はい、ちっちゃいね。そうなんですよ。お前164なの。.2 ですよ。.2 わあ、それ点を足してもたった2ミリね、ダメだね。そうなんですよ。70もないの。70なんあるのは高見沢だけかな。桜も70ちょい、桜もないの、ちょい足りないぐらい。顔でかいからさ、190ぐらいに見えるね。190 顔でかいからジャイアント桜井って呼んでもいいぐらいの。アントニオ桜井すごいですね、うん、そうなんですよ。高見沢で174ぐらいですからね。あいつ俺よく低いんだ。じゃあ、はい、まあいつも高いの履いてますから、ね、あいつヒールだから ね、うん、あいつだから裸足で歩くと結構ガロみたいな。ガロは低かったね。靴脱ぐと靴脱ぐと平地を歩いてる人になっちゃうんだよ。靴履くと2階建てになるんだよ。すごい靴でしたもんね。すごい靴だったガロは、ね、大野真澄が特にボーカルさんすごかった。一番良かった。15センチぐらいあったんじゃないですか。軽く20センチぐらいになる。背が高くなった。で靴を脱ぐとね、あのベルボトムだったんですね。パンツがね、こう引きずってカミシモみたいなんだよ。全中でござる。全中でござるっていう。いや本当にそうでしたよね、うん、みんな165なかったんじゃないかな。ガロは そうだね、小さかったですよね。小さかったね。かわいらしい感じでした脱ぐと。ファッションショーとライブを融合させたもので、メンバーはゴルチエのデザインした衣装を身にまとい、ライブがすごいやな本当に、はい、すごいですね、うん、ファッションがさ、イケてないんだよ。肩がすごいゴルチエでも何でもアルマーニでもさ、そうそう、肩が女でっかくて、よかったですね。男も女もすごいファッションなんだよ。田村さんも着てました。着てた、アルマーニ着てた。アルマーニ着てた、うん、だってあのエリック・クラプトンもアルマーニのスーツ着てギター、ギター入れたの。そうだそうだ、あれでいいと思ってたんだ。肩張ってましたよね。肩張ってんだよみんな。アルフィーは僕らもそうでした。ゴルチエでかかったもんな。そうだろうな。ですよね、うん、似合ってなかったんでしょうね。似合ってはいるとは限らない、全然思えないですね。